ちは、サックスの川原塚雄二です。実は明日ライブなんですけど、ライブで結構ウィンドシンセ使うので、ちょっとその音作りをしようかなと思って、ただ独り言を喋りながら音を作っていくというか、まあ確認ですね、そういう動画になっています。ただこの動画が公開される頃にはそのライブは多分終わってしまっているので、もしあこういうことやってるんだ、面白そうだなと思っていただいた方は、また次のライブとかに来てくれたらとっても嬉しいなと思います。よろしくお願いします。ライブではアナログシンセ のハードのやつですね、ローランドの SE02 とか、MC101 とか、あとはエボルバーとか、そういったものを僕持ってるんですけど、それをこう並べてやると結構大変なので時間もかかっちゃうので、やっぱりコンピューターを使ってソフトウェアシンセでやるっていうのが、ライブではセッティングも含めてそのトラブルのこととかそういったことも考えると現実的かなと思います。なのでコンピューターのみで行っていきます。メインステージの方で、まあ、全部管理はしてるんですけど、僕割とこの一人で、まあ、ソロパフォーマンスというか、効果音的なものを使って割といろいろその曲と曲の間にやったりするんですけど、まあ、SE みたいな感じですよね。これをアルケミーで組んでありますね。アルケミーっていうのはメインステージに最初から入ってる音源で、まあ、こういうやつですね。これに対して、かなり深めのリバーブをこれはかけていますね。ちょっと音出してみますね。まあこういう音ですね。今ちょっとそのパソコンのスピーカーから出してパソコンのマイクでそのまま音取ってるので、ちょっとカチャカチャノイズとかそんな音も良くないかもしれないですけど、雰囲気だけまあ伝われば。でこれを一通りやった後に次の SE もまあ同じアルケミーなんですけど、これ2つ重ねてるかな。さっきのになんかこうティロティロティロっていうアルペジオみたいなやつを足してるんですかね。はい。でこれがやった後にこれはマトリックスとサンプラーと IFW3 っていうのを同時に鳴らしてますね。ただフェーダーがここまで差がついちゃってるので、多分メインはこの IFW っていうのが鳴ってるんだと思います。ちょっとこれだけソロで鳴らしてみますね。こういう音が鳴ってて、で多分このマトリックスはですね、このブレスのカーブ見てもらうと分かるんですけど、強く吹いた時だけこれが反応するようになっています。でサンプラーはうっすらとこう効果音鳴らしてるというような状態ですね。後からこの違う音が重なってきてるの分かると思うんですけど、これがマトリックスで鳴らしてる音になりますね。マトリックスだけだと、っていうような感じになりますね。ちょっと立ち上がりが早すぎるかな。ちょっとこのカーブ、もうちょっとだけ緩くしときます。これぐらいにしておいて3つ重ねると、まあこれで一応ハーモニーにもなっているというような感じですね。で次にこのアフリカンっていうのはですね、このレイヤーを分けてるんですけど、下の方はこのなんかコーラスみたいな、これサンプラーですね。サンプラーの中に多分最初から入ってるやつで、そんなにこれいじってないと思います。サウスアフリカンボイスエフェクトって書いてあるんですね。南アフリカ的なイメージなのかな。これにこの上の方の緑のやつが
パンフルートみたいな感じですかね。これも同じサンプラーの中ですけど、インディアンなんとかフルートって書いてますね。これをだから下の方と上の方でオクターブローラーで使い分けてるっていうことですね。アフリカンボイスの方だけものすごく深いリバーブをかけてるので、まあこういうなんか一人二役みたいなことが一応できるようになっています。でこれでいろいろソロプレイを楽しんだ後に、これはローテートですね。吹くたんびにコードの構成音が変わるようなプログラミングが最初からできるものになっています。これもマトリックス使ってますけど、この Z1 ゾーンっていうのは、常になるような音になってますね。だからトランスが000と、7っていうのは半音7個上っていうことなので5度上になりますね。これが常になっていて、Z4 マイナス10マイナス7マイナス8マイナス2っていう、これ全部半音単位ですけど、これが、順番になるようなプログラミングになっています。この横の緑の点滅を見てもらうと分かるんですけど、最初に今ずっと同じ音だけを単体で吹いてるんですけど、 Z1 は常になっていて、 Z4 の1個目が今鳴りましたよね。で Z4 の2つ目、 Z4 4つ目、こういう感じで、重なってる音が順番に変わってるので、これを適当にフレーズの中で入れていくと、この吹いてる方にもわからないボイシングで一応吹ける、まあそれが楽しいっていうことなんですけど、これがローテートというものになりますね。このローテートがやりたくてみんなこれ買うんですけど、まあこれが一応リバーブかけてやって、今までの最初の SE から順番にこれを吹いてソロパフォーマンスをしているということになります。で明日は一応リクエストでオーメンズオブラブが入ってたので、オーメンズのイントロを、コードパターンを全部組んであります。まあこれですよね。これを一人でやって、オーメンズのメロディーを吹く時の音は最近話題のこの TWV2000 っていうのを使わせていただいてるんですけど、これが一応僕が作った音で、こんな音を使っています。太いですよね結構。宝島もやるんですけど、宝島も TWV2000 使ってますね。まあこんな音ですね。 TWV2000 が割と多いかな。あとは自分の曲でこれは IFW ですかね、多分シンプルなやつですけど、まあこんな普通によくあるような音ですけど、これがですね、例えば EV4000 とかだと内蔵シンセでもこういう音一応出せるんですけど、ここまで太く出せないんですよね。昔の EV3020 でしたっけ、ラックのやつとか、さらにその前の黒い 3000M、 あの時代のやつだとこういう音出せたんですけど、なのでこの IFW ってとってもやっぱり優秀だなと思います。この太いアナログシンセのモデリングの音がそのまま出るので、あと TWV でも似たような音は出せると思います。これ
構いい音しますよね。まあだから僕はこの辺を割とこう使って音をライブをやっています。他にもこれ TWV2000 と IFW 重ねてますけど、重ねてジャッドみたいな音を出してますね。まあ明日使うのはこの辺かなという感じです。まああとはライブハウスに入ってみて実際の音出してちょっと微調整音量とかするかもしれないんですけど、リバーブの長さとかその辺はですね、毎回その箱によって変えてるところでございます。ということで、まあ明日こんなような音色を使いますという、独り言動画でした。ああ意外といろんなことやってるんですねっていうような印象を持たれた方もいるのかもしれませんけど、僕としてはもうちょっと細かいことを詰めていって、もっと壮大なことを今後もやっていきたいなと思っています。もしライブに興味を持っていただいた方はぜひ足をお運びください。またライブのお知らせとかもですね、Twitter とかそういうところでやっていきますので、ぜひよろしくお願いします。YouTube の方もですね、今後ともいろんな動画を上げていきますのでよろしくお願いします。ではありがとうございました。